はい、15時になりました。それでは2月19日の相場解説、未来解説の第2部になりますけども、ご覧いただいたようにですね、なりましたね。やっぱり調子を取り戻したらこんなもんです。何がそうなったかと言いますと、こちらの1点、こちらの1点、そしてこちらの1点と、でここの3つの点をぐーっと結んでですね、でここを超えたら買いに入るよと、ここを超えずに下に行くこともあるよと、でも移動平均線は上の方に向かってるよってことをね、申し上げたところを、ご覧のようにぐっと上の方に突き抜けてくださいましたね。でこちらの方ちょっと一部見えないんで黄色で書きますけども、ここの力点ですよね、力点がもう2つあるわけですよ。でこっから横にビューっと伸ばしたところにピタリと一致する、はい、いつもの私の相場解説戻ってきましたね。ということなんで、ここからエントリーを入れて、このあたりですよ、このあたりエントリー入れて利確をできたかなというところで、あ、よかったですね。このだからね、どこを超えたら買いに入るかとか、どこを弾かれたら売りに入るかっていうところが分かるだけでも、こうやってだいぶピップスがね取れていけるっていうことなんですよね。今回はそんなにねたくさんたくさんってわけではなかったですけども、まあでもね、昨日までのスランプを取り戻すに十分な相場解説だったんじゃないかなと思います。あとはちょっと戻しますね。あとはね、ここがからね、どういう風になっていくのかなってことなんです。横ばいに入るとは思うんですけどもね。まあ、見守っていきましょう。とりあえず、ここを割らなくなったよということで、ゾーンを引かせていただきます。ゾーンをこういう風に、ちょっと適当ですけどもね、すいません。ここに新たなゾーンができましたんで、下がるにしてもここまでという風に考えて、今日の夕方から明日にかけて、相場解説をまたやらせていただきます。それでは失礼します。